ああじゃなくて、つついても起きないなんておかしいな。まあ、いつも通りのゲームの想像っぽい。でまあ、はい。シノンさん、シノンさん。GGON 月額料金未納を確認いたしました。ペナルティとして AMR ティアマトを募集させていただきます。ちょっと待って、口座から確かに引き落とされてたはずよ。お、起きたか。なんでそんなことが起こってんだかっていうのは置いといて、まあこれゲーム上の実機の、はい、しのさんですね、はい、うん、はいですね、まあこんな感じで、まあしのも操作はできるんで、はい、え、これしのさん怒ってます？いや怒ってないです、普通に会えてます普通に会えてます、普通に会えてますよ、はいですね、あとなんか弓の使い方とか感覚とかこんな感じですね、ゲーム画面はしのさんの弓のかっこいいんですよ、しのさんって結構スピード感弱かったりするんですけど、結構早くあのやってる感じになります。で次はリーファですね、はい。お邪魔します。どうしたの？黙っちゃって。すぐ、なんでバケツに雑巾、おほうきとちりとりに畑を持って現れたんだ？ね、掃除されるの？お掃除しようと思う。掃除する、はい、それはわかるけど、なんで俺の天幕を？ほら、お兄ちゃんちゃんと掃除とかしてなさそうだし、アニメとか原作とまた違う、ね、ソードの、ね、ゲームらしいなんか 1C みたいな感じですね、はい、これがあのリーファのモデルですね、はい、でっかいなぁ、あの家ですか後ろの、はい、はい、でリーファちゃんは片手剣で、まあ、キリト君、ユージョと、はい、同じ系統になっております、はい、いやシリカ、何しているんだ？ちょうど砂漠に出没する害獣を倒してほしいって要請がありましたので、その依頼をこなそうと思ったんです。シリカちゃんのこうキリトのエレートを聞いててなんか安心するんですよね。わかります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 、ゲームやってるな感がすごい出るんですよね、はい、なんですかこの空気感は。そう、なんかちょっと妹っぽくもありつつ、なんかこの安心した会話感はどこで生まれてるのかちょっとわかんないんですけど、持ち歩きできるお水を買いましょう。多分あれじゃないですか、はい、あのキリトは普通にシリカとして、はい、まあ、いわゆる今まで通り仲間たちの中でも一人の女性として接してるわけじゃないですか、はい、そうですね。でもちょっとシリカが頑張ってキリトの気を引こうと思ってるから、はい、そういう感じに見えてるんですか。そうですね、埋まらない差はあるんですけどずっと変わらずにやってますからね、シーンでしたね、はい、で、リズですね、はい、キリトじゃない、どうしたの？薬とか他の消耗品を買い足しに来たんだ。ついでに新しくできたケーキ屋に寄っていこうと思ってさ。ピナのキーホルダーに気づいた人がいた、はい、ケーキですって。なんでだよ。なんだよ。俺も我慢して食べるから行くぜ。誘ってくれてありがとう。あ、そうか。それなら仕方ないな。また今度誘うよ。なんでそこで引き下がるの。はい。これリズのモデルですね。はい。まあ、結構リズの衣装も。結構出てますね、はい、側面が。そうなんですよ、うん、まあ、いつも、まあ、でもちょっとズボン履くのが結構いつもあのリズなんで、はい、リズ先生は相変わらず片手コンというですね、あのコンを使っております。このゲームだとリズしか使わないんじゃないかな。